田代へはわずか2キロだ。田代への道が発見されたことを告げれば必ず兵も元気を出して歩くんだ。神道徳の総長、直ちに皇軍隊の先導に立て。はっ。我々の今日の行程は中里までだが、途中犬吠峠という難所がある。1月の雪の峠を越したことがあるのか。ええ、助かいずどがにど。旦那さはだどの大将様、この天気でございます。この沢がこれじゃダメだ、峠は越えらんねえと申しましたら、その時はこの沢を叱らねえで失敬していただきて。これは銀山に働きに行ってるせがれの大事な嫁でございます。誕生を迎えたばかりのわらしもいます。天将様、これだけは私からくれぐれもよろしくお願い申します。